2023年第2回日本語能力試験懲戒 N2 問題11番大学で女の学生と男の学生がプレゼンテーションの練習の後に話しています。女の学生はこれから何をしなければなりませんか 先輩、プレゼンの練習を見ていただけてありがたいです。他の大学との合同ゼミでの発表なんて、私、初めてなので。今の私のプレゼン、どうでしたかうん。話す内容が整理されてて、簡潔にまとめられてるって感じがするよ。そうですか。あの、自分で時間を計ってみたら、予定した時間より早く終わるんです。それでもう少し内容を追加できそうなんですが。 説明が足りていない部分はありますか今以上に詰め込むことはないよ。それより速度を少し落として話す練習をしといて。原稿を読むのに一生懸命になっちゃって早くなりがちだったから。聞いている人の理解が追いつかなくなっちゃうよ。はい。原稿は暗記しなきゃダメですか覚えたつもりでも言葉が出なくなることがあるから見ながらやっていいんじゃないわかりました。 女の学生はこれから何をしなければなりませんか。二番会社で男の人と女の人が話しています。女の人は新幹線の席をどう予約しますか。 山本さん、あさって私と行く出張の件だけど、部長も一緒に行くことになったから、新幹線のチケット、私と部長の分も一緒に取ってくれますかあ、ちょうど今予約しようとしていたところです。7時発のがあります。えっと、先頭の車両に4つ空きがありますけど、3人並んで座るのは無理ですね。画面見ていただけますか 白いところが空席です。えーと部長に窓側希望って言われているので窓側の席を押さええてもらえますかはい。あと私たちの席は部長も私たちがずっと横にいるより一人の方がリラックスできるでしょうから私たちは今空いている残りの2席でいいですよね。そうですね。わかりました。 女の人は、新幹線の席をどう予約しますか三番日本語のクラスで、先生が留学生に話しています。留学生は、今日の授業の終わりまでに、 グループで何を決めなければなりませんかえーテキストの第4課ではゴミ処理の現状と問題点その対策について日本の例を読みました前回話した通り皆さんにはグループで一つの国を取り上げゴミ処理の現状問題点対策をテーマに来月発表してもらいます今からどの国について調べるか グループで話し合ってもらいます。うちで参考になりそうな資料を探したりして調べたい国をそれぞれ考えてきましたね。前回の授業でグループのリーダーや記録係など役割を分担しました。リーダーを中心に話し合って授業の終わりに私に報告してください。留学生は 今日の授業の終わりまでに、グループで何を決めなければなりませんか。四番大学で男の学生と女の学生が話しています。女の学生は、この後まず何をしますか。 中村さん、青葉市の市民文化祭のことだけど、ステージ演奏の出演者募集に応募しようっていう話。二人でギター弾いて歌おうって言ってたやつね。事前選考のための演奏動画の作成が締め切りに間に合わないって諦めたよね。それ僕の勘違いだったよ。ごめん。応募申請書と動画を同時に提出しなきゃいけないと思ってたんだけど、 動画は申請書の締め切り後、一週間以内の提出だったんだ。え、そうだったの私もホームページ見たのに気がつかなかった。ごめんね。うん。間に合いそうだから申し込もうよ。パソコンで申請書作ってくれたって言ってたけど、削除しちゃった残してあるよ。じゃあ、それ使えるね。締め切り明日だから提出任せるね。了解。動画作成もすぐに取り掛かんなきゃ。 応募する以上は絶対出たいからね。女の学生は、この後まず何をしますか五番ガーデニングの店で 男の人と店員が話しています。男の人は、まず、植物をどうしますかすみません。うちで育てている植物のことで教えていただきたいんです。この写真の葉っぱが手のひらみたいな植物なんですが、最近葉も枝も弱々しくなってきちゃって。ああ、これですか。写真では日当たりがあまり良くないように見えますが。 ソファーの横に置いてるんですけど、あまり日は。これ、日当たりのいい場所を好みますから、日光がよく当たる窓際に移してあげるといいですよ。水はどうしていますかあ、昨日はやりましたけど、毎日はやってないです。それでいいですよ。土の表面が乾いてからやれば十分ですから。はい。あの、弱ってる枝って切るんですかその必要はないですよ。それより、 元気になったら今より少し大きめの鉢に植え替えてやるとよく育ちますよありがとうございます。元気になるように必要なことをまずやってみます男の人はまず植物をどうしますか 問題2 1番 1> 会社の昼休みに男の人と女の人があるアナウンサーについて話しています男の人はこのアナウンサーのどんな点が最もいいと言っていますか男の人ですねえ今テレビに映ってるアナウンサー人気があるよね。 うん。いつも柔らかい表情で親しみやすい雰囲気を出してるよね。うん。それに声も落ち着いていて聞き取りやすいって言われてるみたいだね。僕は声や雰囲気っていうよりは、討論番組で司会している時の進行の仕方に感心させられるよ。そうこの間スポーツ選手にインタビューしてたの見たけど、その時は選手が答えにくそうで、質問の仕方がどうなのかなって思ったんだよね。 得得意不得意不があるのかな。僕がよく見る番組ではゲストが言いたい放題言ってもうまい具合に対応してるんだよね。自分が会議なんかで司会する時の参考にしたいって思うことが多いんだへえそうなんだね男の人はこのアナウンサーのどんな点が最もいいと言っていますか 2>, 2番、おもちゃの会社で課長と女の人が話しています。女の人の企画は何が問題ですか森田さん、森田さんが立てた幼児向けの夏休み親子体験イベントの企画見ました。企画書では会場は駅から近いところにしたんですね。はい、駅に近い方が来やすいと思いまして。 それはいいんですが、駐車場が。子供連れだと車で来ようとする人も少なくないと思いますよ。会場周辺に有料駐車場はありますが、駐車場がある施設の方が参加者の数が増えると思うんです。わかりました。あの、見積もりが少し予算を超えてしまっているのは大丈夫でしょうか当日雇うスタッフにかかる費用が高くなっている点ですね。 幼児を対象とした企画ですから安全に実施するために多少のオーバーは仕方ないと思いますよ。企画の内容自体はいいと思うので今指摘した点をもう一度検討してくださいはいわかりました女の人の企画は何が問題ですか 3番テレビで女の人が服のリサイクルについて話しています。女の人は着なくなったシャツをどうしていると言っていますか皆さんは着なくなったシャツなどをどうしていますか捨ててしまうのはもったいないですよね。あまり着ていないシャツなどは知り合いに譲れればいいんですけど、 サイズや好みが合うとは限りませんよね。子供やペットの服に作り変える方もいると思います。私は紐状に細く切って、クッションのカバーや花瓶の下に敷くものを編むのに使っています。着なくなったシャツをリサイクルショップに持ち込む方もいますが、形を変えて手元に残しておくのも悪くないですよ。 女の人は、着なくなったシャツをどうしていると言っていますか四番会社の昼休みに、男の人と女の人が話しています。男の人は、黒い鉛筆だけで絵を描くことの、 どんな点が一番気に入っていると言っていますか最近鉛筆で絵を描く絵画教室に通い始めたんだ黒い鉛筆だけで描くんだよあ、プロの人が鉛筆だけで描いた風景の絵見たことある白黒の写真かと思ったよまあ僕みたいな初心者はそうはうまく描けないけどね 道具は鉛筆と消しゴムだけで費用がかからないから気軽に始められるって友達に勧められたんだ。へえ、でも黒い鉛筆だけで表現するのって難しくないうん、確かにね。でも鉛筆なら繰り返し書いたり消したりできるでしょああ、消しゴムで消せるからね。それって他の道具を使って書く絵じゃできないことだよ。 自分が納得いくまで何度でも消してやり直せるっていうところが特にいいと思ってるんだそうなんだ男の人は黒い鉛筆だけで絵を描くことのどんな点が一番気に入っていると言っていますか 5番ラジオでアナウンサーと男の人が話しています男の人が海岸に流れてきたものを集めているのはどうしてですか今日は最近話題のビーチコーミングの話を伺いに桜海岸に来ていますビーチコーミングをして10年という中山さん ご説明いただけますかはい聞き慣れない言葉かもしれませんがビーチコーミングとは海岸に流れ着いたものを探して観察したり収集したりすることをいいますよね。ね。そうです、ね、集めた貝とかガラスの破片とかを使ってペンダントやピアスなんかのアクセサリーを作る人が多いんですよ。私自身は 流れてきた木の枝を拾ってテーブルや椅子なんかを作っています様々な形のものを組み合わせると面白いものができるんですよそうなんですか私の友人は貝の研究者なんですが研究のためにビーチコーミングで貝を集めています研究の対象にもなるんですねええまたペットボトルやプラスチックゴミも流れてくるので ますね。男の人が海岸に流れてきたものを集めているのはどうしてですか6番 会社の商品開発室でリーダーが掃除機について話していますこの掃除機は他社の製品と比べてどんな点が問題ですかえー、昨年発売したロボット掃除機グリーンですが残念ながら売れ行きが今一つです購入したお客様からは、 同程度の価格の他社製品と比べて、音が静かで、充電の時間が短く、吸い込むパワーも強いという評価を受けています。しかし、その一方で、他社製品は、2センチ以上の段差があっても、自動で乗り越えることができるものが多い中、グリーンは1センチ以上に対応できず、これが原因で売れ行きが伸び悩んでいると考えられます。 その点についてお客様からも不便だとの意見が多く寄せられていますこの掃除機は他社の製品と比べてどんな問題3 1> 1<番>テレビで動物病院の先生が話しています いつの時代も犬はペットとして大変人気がありますよね。市販されている犬用のご飯は栄養のバランスを考慮して改良され動物医療も進歩し犬の寿命は伸びています。と同時に生活習慣病にかかる犬も増えています。犬が元気に暮らすためには年齢に合った運動や食事をさせることが大切です。そうしていても 病気になることはありますから、定期的に健康診断を受けることを強くお勧めします。動物病院の先生は。何について話していますか。一。<1 S 2> 犬の健康に必要なこと。二。<2 S 2> 犬が人に与える影響。 犬が最も多くかかる病気4犬専用の病院を新しく作ること 2>, 2番テレビでレポーターの女の人と村の職員が話しています今日は 南村に来ています。大変自然が豊かですね。こちら南村は移住を希望する人の受け入れに力を入れているそうですね。はい。若い人が都会に出て人口が減ってしまったので、その解決策として始めました。移住希望者のために求人や空き家の紹介もしています。それはいいですね。それから移住にかかる費用を一部補助しているんです。 例えば、空き家をリフォームする費用や、車を購入する際の費用です。お子さんがいる若い世代の方なら、他にも補助が受けられます。それは助かりますね。村での生活を体験できる施設もあるので、ぜひご利用ください。村の職員は、南村の何について話していますか 1, 1移住希望者の世代の変化 2, 2移住を希望している人への支援3移住についての注意点4移住の費用を申請する方法 3番りんご農園で農園の人が見学に来た人に話していますご覧いただいているりんごの木今収穫の時期を迎えています木に備え付けてあるのは鳥の巣箱でフクロウが住んでいます昔はフクロウは木に開いた穴に巣を作って住みりんごの木をかじるネズミを退治してくれてました でも農作業の負担を軽くするためにリンゴの木が低く細く改良されたことでフクロウが巣を作れなくなりネズミによる被害が増えてしまったんです。そこで地元の農家と大学の農学部が共同で巣箱を設置したところフクロウが戻りネズミの数を減らすことに成功しました。 農園の人は何について話していますか ?1、1> リンゴが収穫できる時期の変化。2>, 2、美味しいリンゴを作るための木の改良。3、リンゴを鳥から守る方法。4、 ネズミの被害を減らすための工夫四番医療器具の説明会で医療器具メーカーの人が話しています日本では高齢化社会が進み介護を受ける人が増えていますそれに伴い介護をする人の負担が増えています そこで開発したのが、この車椅子です。押す人の負担が減るよう、自動補助システム機能をつけました。また、こちらのロボットスーツは、介護する人の動きを電動でサポートする機能がついています。これにより、介護する人の腰や膝にかかる力を減らします。私たちは、このような商品の開発に取り組んでいます。 医療器具メーカーの人は何について話していますか ?1。1> 介護用ロボットの開発における苦労。2>, 2。介護用品の価格の上昇。3。介護する人の負担を減らす技術。四。 車椅子の使用で起きやすい事故五番ラジオで和紙を作る職人が話しています私は和紙伝統的な日本の紙を作っています和紙を作る職人になって10年になりますが職人になる前は 和紙について特に興味はありませんでした。それがたまたま見に行った明かりの展覧会で電球の周りを和紙で囲んだ明かりを見たんです。その時、和紙を通して見る光の柔らかさ、美しさに感動しました。和紙の持つ奥深さや可能性を感じました。それで和紙作りの技術を一から学びたいと思い立って、 和紙の職人を探し地元にただ一人いた職人の方に弟子にしてもらったんです職人は何について話していますか和紙を作る職人を目指したきっかけ。和紙のいろいろな活用法。 和紙を作る職人が減っている理由和紙を作る技術を守ることの大切さ問題一番森さん 明日もアルバイトに来てもらえると助かるんだけど。1, 1来られる人見つかったんですね。26時以降ならできますが。3いえ、気にしないでください。2>, 2番さっきの映画 僕泣かずにはいられなかったよ。ほんと泣ける映画だったね。2, 2確かに泣くほどじゃなかったよね。へえー、泣いちゃえばよかったのに。3番工場長。 本日本社から専務がお越しになると電話がありました 1, 1本社には私が行くんですね 2, 2何時頃来るって言っていましたか3今日中に電話すればいいんですね4番 ねえ、佐藤さん。私たちが受けた研修、ちょっと物足りなくなかった ?1。え、期待通りだったってこと 2>, ?2。そう僕はあのくらいで良かったけど。3。3> 知らないことばっかりで勉強になったよね。 5番。中田さん、倉庫の電気つけっぱなしでしたよ。1。あ、つけてくださったんですね。ありがとうございます。2。2> あれつけたはずですが。3>, 3。あ、消すのを忘れました。すみません。 6番。すごく行きたかったイベントのチケット、抽選当たっちゃったよ。1。え、すごい。運がいいんだね。2。2> ダメだったんだ。残念だったね。3>, 3。当たったらいいね。 7番暗くなってきたので今日の作業はこの辺で切り上げましょうか 1, 1作業最後まで終わりましたね 2, 2やはり今日中にやらなきゃいけないんですね3今日はここまでですね 8番。東動物園に行ったって前言ってたよね。1日で回りきれる ?1。1一日あれば十分だよ。2>, 2。時間のことは考えなくていいんだね。3。すぐ見終わっちゃうってこと 9番今日の花火大会は延期にしましょう。この雨じゃやむを得ないですよね。1まあ延期はできないから仕方ないですよね。2, 2病みそうにありませんからね。3, 3このまま雨が止まなければ延期するんですね。 10番。林さん、明日の会議、課長の代わりに進行役を務めてもらえませんか 1>, ?1。構いませんが、課長どうされたんですか ?2。2> 課長がやってくださるなら安心です。3。課長と二人でですか 11番先日ご依頼いただいた件ですが、私どもではお引き受けいたしかねます。1, 1いつ頃お返事いただけるんでしょうか 2, ?2 お引き受けいただけてよかったです。3あの、どこが問題でしょうか 問題51番市民センターで上司と職員2人が子供向けのイベントの企画について話しています。えー、今年の秋、小学生向けのイベントを行うことになりました。場所はうちの大ホールで、子供たちが見て楽しめるものにしたいと思います。初めての試みですが、何かいいアイデアはありますか 子供向けのクラシックコンサートはどうですか前に見たことがあるんですが、市民オーケストラが楽器の紹介もしながら演奏してくれるんですよ。何人か舞台に上げて楽器の体験もさせてくれました。面白そうですね。あとは最近人気の手品師を呼ぶのもいいと思います。手品を見せてくれた後、2、3人の子供と一緒に舞台の上で手品をしたりするそうですよ。でも、 どちらも舞台に上がりたい子がみんな上がれるわけじゃないですよね。人形劇はどうですか会場の子供たちとやりとりしたり、みんなで一緒に歌ったりする人形劇をやっている団体がありますよ。ああ、全員が劇に参加できるんですね。それか、市内のバレエ団に来てもらうのはどうですか普段なかなか見られないですよね。私、子供の時に見て感動したんです。う 僕も子どもの時に見ましたがセリフがないからそんなに興味が持てなかったですそういう子も結構いるかもしれませんねうーんそうですね一部の子どもだけ舞台に上がるより客席からみんなが声を出して参加できるっていうのがいいですねそこに連絡してみましょう今年のイベントとして どの企画を進めることにしましたか 1, ?1 クラシックコンサート 2, 2手品 2> 3人形劇4バレエ 2番 2> 大学で海外語学研修の説明を聞いて研修に参加する学生2人が話しています夏休みの研修では皆さん大学の同じプログラムに参加しますが宿泊施設は4つの中から選べますタイプ1は大学の学内にある寮です部屋は4人部屋でキッチンやシャワーなども共同で利用します 宿泊費は4つの中で最も安いです。タイプ2は一般家庭でのホームステイです。大学から遠い場合もありますが、生活や文化を体験するには最適ですし、宿泊費も量の次に安いです。タイプ3と4は大学近くのアパートです。タイプ3はバス、トイレ、シャワー付きの一人用のアパートです。宿泊費は 他よりかかりますが、プライバシーが保てます。タイプ4は、他の学生と共同でアパートを利用します。キッチンなどは共同で利用しますが、部屋は一人部屋です。宿泊費は一人用のアパートよりは抑えられます。うーん、どうしようかな。佐藤君はどうするの僕は、せっかくだし、現地の一般の家庭で過ごしたいけど、 いい経験になりそうだよね。でも、大学から遠いところになったら、ちょっと大変そう。それは平気なんだけど、ただ、今回は宿泊費が一番抑えられるのにするよ。そっか。私は、大学に近くて、あと、自分の部屋がちゃんとあって、プライバシーが守られるのがいいな。部屋で一人になれればいいから、キッチンとかは共同っていうのにする。 質問一、男の学生はどのタイプがいいと言っていますか。質問二、女の学生はどのタイプがいいと言っていますか。